りだフリーザ。お前たちなんで。こっちです。早く。ふう、間一髪でしたね。もう少しで地球の爆発に巻き込まれるところでした。おや、地球がなくなってしまったんですか？フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいいんだよ。シュークリームはどこにあるんだ？くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくてトアっていう女の仕業なんですってば。トアが時の巣からの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したようなんじゃ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて、歴史がまんまとおびき出されましたね、ビルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトアとかいう女はどうだ。粉々に破壊してやる。残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるかも。ウィス。はいはい、一旦戻っ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。そんなことをする余裕は与えず。いいですよ、地球の爆破は回避できました。ここでまたトアの場合に取って次の目標をトアアップしてみます。ロクーさんとトアに加勢してください。この力があれば大イアンの子供を倒すなどたやまいことです。そうですね。いや、復讐の続きを始めましょうか。今度こそ貴様らを完全に消去してやるぜ。これは驚いた。かなり強引な方法ですが、さっきよりもう一回り強くなってます。これは今の悟空さんやベジータさんでもかなり苦戦するでしょうね。まあそうだろうね。ちょっと助けてくれないの？勝負は勝負だ。助けてやる義理はない。僕の狙いはトアだしね。まあ応援くらいはしてあげるよ。
ありがとな。ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ。ブルマの友達ってわけでもなさそうだが。まあまあ誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだしさ。ふん。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる気がすんだよな。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかしなんとかなってよかったわい。よかないよ。トアのやつ現れなかったじゃないか。あーイライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください。やっと時々が卵を産んだんです。ここで暴れるのだけは NG ですよ。相変わらずとんでもないことを言うやつじゃぬ。そうですか、時々が卵を。それはおめでたいですね。ビルス様、さすがに時々の卵を壊すとなると私も黙ってはいられませんよ。ストレス解消でしたらまたそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃありませんか。あ、もうそんなことでよろしければどうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら私が付き合って差し上げますよ。お、久しぶりに相手してくれるの？嬉しいね。あなたもどうです？せっかくですから一緒に鍛えてあげますよ。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんですよ。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけてくださいね。